厚生労働省は今日、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを30分以内で判定する抗原検査の簡易キットを承認しました。検査の迅速化や件数増加と体制の拡充が期待されます。臨床検査薬メーカーの富士レビオが開発した抗原検査キットは、PCR 検査よりも精度が低いものの、鼻の奥の粘膜などに含まれるウイルスを15分から30分で検出が可能です。当面は感染防止策が取られた医療機関で、熱や咳などの症状がある人に使われます。また厚生労働省は今日、この抗原検査に対する公的医療保険の適用を提案し、国の会合で了承されました。検査の診療報酬は6000円とし、医師が感染を疑った場合は、患者の自己負担をなしとする方針を固めました。午後開かれた会見で、日本医師会の横倉会長は、抗原検査が承認されたことについて、有用性が高いと期待感を示しました。抗原検査の精度は PCR 検査に劣りますけれども、迅速な診断によって検査体制の充実につながっていくことが期待されるわけであります。有用性が非常に高いのではないかと、非常に期待をしているところでもあるわけであります。